新年明けましておめでとうございます。昨年中は私の動画を見ていただきありがとうございました。またコメントやいいね、とっても励みになりました。ありがとうございました。今年もまた動画をアップしていきたいと思いますので、よろしくお願いいたします。で、今年最初の動画なんですけども、やっぱりエアガンシューティングの動画になってしまいました。去年の秋ぐらいからスピードシューティングをやろうと思いまして始めているんですけども、なかなか上達しないくてちょっと悩んでいるところです。で、今回は初心に帰って初段打ちの練習をちょっとしてみようかなと思います。今日のターゲットはこれを使ってみたいと思います。直径約12センチです。これを6メートルの距離から打ってみたいと思います。使用する銃はハイキャパ 5.1 ガスブローバックのハンドガンになります。目標は 1.5 秒切れればいいかななんて思ってます。今日はこのスマホのアプリを使ってみようかなと思います。音で反応する、シューティングタイマーなので、初弾を撃った時の秒数が出ると思いますので、それでどれくらいで打ってるかっていうのが分かると思います。はい、これからやってみたいと思います。で、いろんな角度から打ってる姿を撮ってみたいと思いますので、その中で気になるところがありましたらコメント欄等で教えていただけたらとっても嬉しく思います。はい、じゃあ始めたいと思います。2秒ですね。1.96。1.8。1.7。1.76。1.92ですね。1.72。1.58。1.54。1.65。あ、1.46。1.44。1.58。1.59。1.61。1.56。1.5。1.53。1.54。
あ、1.39。おかしいんですけど、抜く動作を少しでも少なくするっていうことを考えなきゃいけないんですね。昔のあのピースメーカーの早打ちみたいな、そういうことも考えなきゃいけないんですね。ああ、分かってる気がします。なんかもうこの辺がグラグラになっちゃった。1.38。ああ、なるほど。なんか分かったよ。1.43。1.46。1.35。今は最高ですね。はい。1回出たぐらいじゃ喜んでちゃいけないんですよね。これを連続でコンスタントに出さなきゃいけないですからね。はい。1.44。53。62。1.6。47。1.40。1.40。1.53。1.44。どう？ああ、すごい。1.28。最高タイム。1.34。1.45。1.38。1.41。1.49。1.36。1.41。今日初段の練習をいっぱいしたんですけども、それの成果を、ちょっとランナーアバウトに打ってみて、タイムが縮まったかっていうのをちょっとやってみたいと思います。2.91。本当かな。2.93。
3.17、うん、でもこれぐらいの方が間違いがないような気がします。焦って外すよりも確実にっていう感じなんでしょうか。2.99。2.86。今回はこんな感じになりました。まあ早く打ちたいっていう気持ちが、先行するんですけども、やっぱり確実に当てるということが、大切だと思うんで、まあ、ちょっと流行る気持ちを抑えながら確実に少しずつ、練習していこうかなって、思いました。はい、今日はそんな感じでした。最後まで動画をご覧くださってありがとうございました。また何か企画を考えて動画をアップしたいと思いますので、その時はよろしくお願いいたします。それではまた。